山下事務局の杉浦です。今回は山ごはんチャレンジ第3弾ということで、とある場所に来てます。ここはどこでしょうか？はい、答えはアウトドアに特化した商業施設、東京昭島にある森パークアウトドアビレッジでした。山ごはんチャレンジ第3弾はメスティンとシェラカップを使っていきます。最近流行りのメスティンはですね、ご飯炊くのに使いやすいということで有名なんですけども、なんとシェラカップでもご飯が炊けるっていうのを聞きましたので、メスティン VS シェラカップっていう形で、ご飯の炊き比べっていうのをやっていきたいと思います。で、使う道具はこちらになります。まず普通のメスティンの小さいサイズの方ですね。こちらは1合を入れてご飯を炊いていこうと思います。スタンダードな形です。で、次にシェラカップなんですけども、シェラカップっていくつか種類があるんですね。よく見るのがこういった形の円錐形の形じゃないでしょうか。これは 200ml 入るような容量のものなんですけども、取っ手はちょっと動かないタイプですね。で、これが取っ手がこう下に折り曲げて収納できるようなものもあるので、その場合はこうコンパクトになって持ち運びが良くなるものになってきます。今回は 200ml の、この形のもので、半合の、お米を炊いていきます。で、次に、円柱形のシェラカップですね。底の面が先ほどのものより少し径が広くなってます。で、容量は 360ml 入るもので、取っ手の部分がこうやって折りたたみができるタイプですね。折りたたみできると、収納サイズがちっちゃくなるので収納がしやすくなるっていうメリットがあります。で、調理するときはこんな風に広げてやっていく感じです。で、こちらも先ほどの、円錐形のものと同じように、半合のお米をこちらで炊いていこうと思います。で、今回ちょっとこの器具は使わないんですが、容量違いで 500ml になるとこんな大きさになってきます。カップ自体はこういうふうに容量とあと形で違いが出てくるのかなと思います。なのでメスティンとあとシェラカップ2個ですね。早速ご飯の炊き比べをしていこうと思います。まず最初はメスティンです。第2回目の山ごはんチャレンジでご飯の炊き方にチャレンジしてますので、詳しくはそちらの動画を見ていただければと思います。なんで今回はもう簡単にお米を入れてそれで炊いていきます。1合分ですね。次はシェラカップです。30分以上、これを水をに漬け込んだお米ですね。今回は 200ml 用のシェラカップもあと 350ml 用のシェラカップも両方とも半合のお米を炊いていきます。よいしょ。さあ、ご飯の準備ができたので火にかけて炊いていきます。で、火の強さは弱火で大丈夫です。ちょっと今日風が強いですね。シェラカップの底面は結構径があまり広くないので、ごとくか、このガスのごとくのところから落ちないように気をつけてください。で、沸騰するまではまずこのままで放っておいて大丈夫です。
中からふつふつと、泡が湧いて沸騰してきました。で、沸騰してきたらお米をかき混ぜるんですけど、取っ手のところがだいぶ熱くなってきているので、手ぬぐいとかでこうやって持ってください。かなり高温なので気をつけてください。だいぶお米がぷくっとこう膨らんで、最初よりこう水が減ってお米が増えたような感覚ですね。沸騰したら、水を対流させるように下の方からかき混ぜます。で、 200ml のシェラカップだとこの際ギリギリなんですよね、この水かさが。なので強くかき混ぜるとこぼします。で、最初こっちのスプーンでこうやってやってたんですけど、スプーンだとこの持ち上げる量が多くて勢いよくかき混ぜるとこぼすんですよね。どっちかっていうとこういうフォークの方がこうしゃもじみたいに切るように混ぜることができるので、私はこっちのフォークとかで混ぜるのをおすすめします。やりやすいです、とても。だいぶネバネバしてきました。で、沸騰したら火は本当にごく弱火にしてください。多分強いとすぐに焦げつくと思います。だいぶ水分がなくなってきたので、焦げないように底の方からさらってかき混ぜます。で、箸だとこの回せる面積が少ないので焦げつきやすいので、やっぱなんかしゃもじかフォークがベストですね。で、かき混ぜるのが追いつかないと思ったら、もうごとくからこうやって外しちゃって、ちゃんと混ぜたら戻せば大丈夫です。はい。水分がこうほぼほぼなくなった状態まで来ました。で、そしたらここから蒸らしの工程に入ります。で、蓋ができるように、ご飯をかき集めて平らにして、これで、今回は木製のこんな径がちょうどぴったしの蓋っていうのをご用意しました。これで蓋をして15分蒸らします。では、置いとけば大丈夫なんですけど、より蒸らしの効果を高めるためにはメスティンと同じようにこういったタオルで包んでおくのがおすすめです。これで待ちます。で、待ってる間に2個目の、大きさが 350ml 入るシェラカップの方でご飯を炊いていきます。また最初は沸騰するまで放っときます。
だいぶ沸騰してきたのでかき混ぜます。こちらも水分がなくなりましたので、これで火を止めます。同じく蒸らしの工程に入ります。お米が炊き上がったので、早速試食していきたいと思います。山下事務局の阿部ちゃんと一緒に試食します。阿部ちゃん。はい。じゃあ早速食べていきましょうか。はい、じゃあ最初はメスティンからどうかな。あ、おー、炊けてる。見た目はいい感じですね。米が結構ちゃんと立ってます、うん、イエーイ。じゃあよそいますか、はい、あ、下の方ちゃんとお焦げできてる、うん、お焦げが下にあります。阿部ちゃんは実家が米農家のなんですが、白米が苦手です。まさかのまさかの白米苦手。おかずと一緒じゃないと食べれない。じゃあ食べましょうか、はい、いただきます。いただきます。うん、うん、いや普通のお釜で炊いたような、うん、お焦げも香ばしいですね。ふっくらしてます。うん、ふっくらしてるし粒もちゃんとしてる。美味しいな。美味しい。うん、うん、メスティンはさすがっていう感じで、次がよいしょよいしょよいしょ、この 200ml の容量で炊いたシェラカップのご飯です。ありがとうございます。どんな感じ？これもちゃんと芯残ってない。あ、芯残ってない。ちゃんと炊けてます。うん、あ、でもさっきのメスティンより少しなんか米がべちゃっとしてる感じ、うん、あと粒がくっついてる、うん、なんかあれかな、うん、結構シェラカップの方はかき混ぜなきゃいけないから、それで粒が壊れちゃうのかもしれない。ちょっとべちゃっとするけど美味しいです。3個目が、今度350の容量で炊いたシェラカップのご飯ですね。よいしょ、うん、これも全然芯はないですね。おー、うん、さっきの2番目のやつと似てる感じがあんまり変わらない。うん、ほんとだ。あ、でもこっちの方がまだベチャっと感が少し少ないかな、うん、うん。あとおこげができてたから、なんかせんべいみたいに香ばしい味がする、うん
うんうん、味は一番はやっぱメスティンが一番美味しいですね。で、シェラカップの方は容量によって味の違いはないんですけど、やっぱり360の大きいシェラカップの方がかき混ぜやすかったりとかこぼしにくかったりっていうところがあるんで、調理自体がすごくしやすかったなっていう感想です。で、あと、メスティンはメスティンのこの箱の中に蓋をして処理をしてしまうので中身が見えずに最終的にちゃんとできてるかっていうのがすごく不安だったんですけど、シェラカップの方は中を見ながらこうやってかき混ぜて料理ができるので、慣れてない方はシェラカップの方が正直簡単にできておすすめかなという印象、必死にかき混ぜればいいだけなので、そこが手軽だったかなと思います。まあ、最終的には味を求めてメスティンへで、手軽さを取るならシェラカップへということで、ぜひ試してみていただければなと思います。まあ、でもいずれにせよ美味しかった。美味しかった、はい、じゃあまた、次の機会も、山ごはんチャレンジということで、次の料理挑戦していこうと思いますので、また見てください。それではまたねー。